一人目の挑戦者はこの人。芸能生活31年、途中失言によりコースアウトしましたが、果たして今日はまっすぐ滑り切ることができるのか。だけどさあ松本、まもなくゲートインです。斉藤、恥ずかしの修羅場をくぐり抜けてきた松本、この人です。世にはばかられる憎まれっ子、河野なぎ子。サングラスがどうなるか気になりますよこれ。さあ河野ゲートイン。セット。芸能界最速55日で離婚した女河野、果たしてその驚異のスピードをここから見せられるか。さあスライダー、あ、意外と取り込まれる、仕掛け2回目、最も欲しがる菊池亜美、次期クイーン候補。そうですね、そうだね、芸術点が。さあ菊池、まもなくゲートイン。さあ菊池、まずはその表情に注目です。前回の記憶を呼び覚まし、わずかこんな4秒で後ろを入れてきました。さあ問題はスライダのお父さん、お待たせしました。今回の出場者の中で唯一の綺麗どころ吉木里沙。しかしそのハングリー精神には定評があります。私もだよ。さあいった。吉木、子供の頃から民謡をやっているそうですが、果たしてそれがスライダーにどうつながるのか。なんだろうね、この差ね。さあ飛び出してきた。